はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、前回闇の神獣を倒して全ての神獣の力が竜帝に吸収されたのかな、なんかそんなようなお話で、ドラゴンズホールへ向かいましょうということで先へ進んでいきます。あ、横スクロールになった。またこれあれか、竜の口の中に入ってくよっていう演出を横スクロールにして見せたかったのかな。また強そうなデーモンがいるな。ドラゴンズホール、ドラゴンズホールで多分終わりだよね。でまあ一応ね、まあ、リメイクされて新しいダンジョンは追加されたようなんですけれども、ここマジめっちゃ普通の城だな。誰がどうやって建てたんだ。竜帝の住処、ドラゴンズホール、プチドラゴン。こちらはガードがないね。フレンの魔導士、今度こそ決着をつけてやる。魔術師がいる。ハイウィザード、アンジェラもハイウィザードになれるのかな。っていうかうちの今のアンジェラのクラスなんだっけ。この硬さは誇ってるな、やっぱりドラゴンは。この辺の敵は全滅させたようだな。こちら辺とかになんかアイテムはというか黒曜の騎士が待ち構えてる。あいつここで待ってんのか。ずっと来なかったらどうすんだろうね。ずっと待ちぼうけだよ。よく来たな。だがここから先には進ません。リュランよ、もう諦めろ。ついに竜帝様は絶大なる力を手に入れた。とてもお前たちのかなう相手ではない。冗談じゃねえ。大体お前何者だ。気安く人の名前呼び捨てにしてんじゃねえ。竜帝がどんなやつだろうと俺にとっては親父の敵、必ず倒す。まだ分からんのか、デュランよ。私はお前の父、ロキだ。な何言ってんだよ。そんなわけあるか。俺の親父は竜帝と差し違えて、そして底知れぬ穴に竜帝と共に落ちて死んだ。だが竜帝様のお力によりこうして蘇った。竜帝様より闇の力をいただき、今は竜帝様のために働いておるのだ。デュラン、私の息子よ、こっちへおいで。会いたかったよ。どうそう。リュラン、行っちゃダメ。騙したな。騙してなどいない。お前が闇の力を得るために魂を抜き出そうとしただけだ。さあデュラン、私と一緒に来い。で、やっぱり親父は死んだんだ。お前はあの強くて優しかった俺の父親、黄金の騎士のロキじゃない。残念だよデュラン。ではお前たちにはここで死んでもらおう。こいつ弱点あんのかな。セイバーをどうするか。セイントセイバーをかけてみるか。一応黒曜だから闇っぽいよね。え、なんか、いや、痛い。あれ、弱点になってるってか。あれ持ってんじゃん。痛い、待って。分身してる。痛い、助けてくれ、シャロット。俺にはお前が必要だ。あんたを止めてみせる。相手も真空拳使ってきてる。闇だからな。ちょっと待って。え、死んだ。よみがえらせて、シャルロット回復をお願いします。自分で回復するか。もう
500で大丈夫かな。あとシャルロットに任せよう。回復してくれることを祈って。ちょ、これさ、この月が強いんだけど。しかし投了、それが俺。シャルロットずっと回復してほしいんだけど、俺がご利用してる間に。セイントビーム、セイントビーム1000当たった今。ちょ待って、わかんない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 って。やはり必殺技を食らうと死ぬね。カウンターなんか怖いんだけど。怖い。え、これでもシャドウ、ちょ待って、いろいろ使ってくる技を使おう。あ、先手は切れてるっていうか当たってねーし。ひどい、逃げろ。ハンジェラが速攻で死ぬな。待って、まずはシャルロットは一回普通に回復をかけよう。ヒールライトで、でその後セイバーかけよう。頼む。え、すげえなんか使ってきた。逃げる。ヒールライトじゃなくて、やはりセイントセイバーは必須だな。頼む。あ、エアブラストも効くな。これさ、コンピューター結構弱点ついてくれるから弱点が分かる。痛い。ガードがないからな。どこ行った扇風剣、逃げろ。裏へ回る。こういう範囲なのか。ほら半分。あ、300貯めたい。よし、300貯めて真空剣。セイバーも入ってんね。いや、強いっていうかさ、シャルロットとアンジェラ攻撃してねえや。そういえば逃げろ。待って、回復しよう。この間にポトの油どう。一応回復が間に合ってんだからよくわかんねえや。チョコも食わしてあげよう。チョコ食わして、俺がやるハリセンチョップ。どうだ、ハリセンチョップ対かっこいい闇の剣、ハリセンの勝ちだ。第一噴出剣対、これなんだっけ、ウィザードロッドだっけ。カウンターはね、遠くへ逃げておこう。もうあれないか、ダメージを食らったら自分で回復。ポトの油、いった、通された。あと少し、技を使ってる余裕はない。やばい、死ぬ。待って、アンジェラ、とりあえず俺を蘇らせる。まず蘇らせばなんとかなるはず。カラーのシャロットでティラに変えて、第一噴出剣は逃げる。でアンジェラを回復させる。間に合ったか、なんとか間に合った。最後の切り28000。まあ強かったね。まあ、3対1だからね、言うても。息子よ。父さん。リュラン、強くなったな。竜帝に呪いをかけられ暗黒に染まってしまった私の魂を解放してくれてありがとう。竜帝の闇の力は絶大だ。気をつけるのだぞ。さあ、私はもう行かなければ。デュランよ、剣の道は険しいが、
くじけるな。剣は心を映す鏡。どんな時も決して自分を見失わず、心を静かに保てよ。父さん、待ってくれ。父さん、俺は竜帝を絶対許さねえ。父さんをこんなに仕上がって、紅蓮の魔導士も竜帝も必ず倒す。父さん、天国で母さんと見ててくれよ。さあ行こう。暗黒の騎士が天国へ行けるかは分からない。それが現実。ドラゴンズホールを進もう。そうか、あと紅蓮の魔導士もいるのか。魔法のくるみ、こいつまず。おお、なんだ普通の敵が。いって、待って待って待って、親父の鉄拳とかも意味不明なの使ってきたし、ポットの油足りっかな。個数大豆噴出剣とかもなんなんこいつら。パーパポトが使ったのか、親父だから。レベル60ちょっとが多分あれかな、クリアレベルっていう感じかな。なんか全部のところ行って封印を解けみたいな。翼を持つもの、甲羅を持つもの、爪を持つもの、この地を守りし者なり全部倒せってことね。ちょっとセブポイントがあるけど、まあ、行けるところから行きますか。で、技ポイントだから貯めておきたい。中ボスっぽいから。1ドラゴンは2ターン。あと目玉叩き落としてくれ。届かない。落ちないんだけど、こいつ落ちろ。カトンボが 252% の300300。あー、でもまだ壺が見えるな。まだ先か。一応回復はしていって、宝箱は見えるね。まだもうちょっと続くか。デスマシン、待って、ちょっと怖い。肩をつける。毒の沼地はちょっとめんどくせえな。硬い。逃げる。サンダーボルト、みんな逃げてる。逃げないで。倒した。わけわかんなかったけど倒した。こっち側とか一応いけるんだね。なんかある、見える、アイテムらしきものなさそうだな。で、陸地をちょっと行きますか。で、宝箱開けて、ひどい海賊。そんなのあったな。こいつ攻撃力めちゃくちゃ強いんだよね。あ、いいな、狙ってる。大丈夫か。シャーロッツ、カイザーミルク強え。ちょっとめんどくせえ。扇風剣使おう。いや、必殺技本当強い。ティンクルレインなんて使ったの。あとはお前だけだ。勝手だ。びっくりたま、待って待って待って、怖い。あ、倒した。ヒットポイント自体はまあ減ってはないか。一応割っとこう。げー、これも怪しくない？全然違った。金だった。金いるの？ここまで来てインパスみたいなのないのかな。宝箱は敵か中身か分かるようなやつ。シャルロットすげえ埋まってんな。毒の沼地に使っている。そういう趣味があったか。いや、どこだ。しかしティンクルレイン気にせず行こう。エクスプロードすげえんだけど。回復してくんなかった。ひどい。自分で回復するか。プイプイソー、え、プイプイソー足んない。た、数がもう4個しかない普通に。あそこの敵を倒すべきか。
仕方しよう。でアイテムを回収して600円。ここでまた戦うのか。いってー、めちゃくちゃ食らってんだけど、やばい。シャルロット回復プリーズ。これマジでさ、回復できるやつがいないときついんだけど。シャルロットがいてこれだからな。まあ一応レベルが上がったんで。痛いひどい。 VV 層ないんだよ。ちょっとティングルレインにしよう。ティングルレイン、ヒールライト、これか。ありがとうございます。周りをざっと見渡した感じはない。マジックパワー回復で、ボスっぽいね。これあれじゃん、一回戦ったことあるんだけど。知ってるこいつ。グレンの魔導士と決着をつけに来たんだ。お前なんかの相手を手に加わない。これ何がいいんだろう。一応セーバーかけてみる。フルメタルゲレベル63とか強いな。サンダーセーバーをかけてみる。土っぽいからな、これ。全然関係なかった。ビルゲート、あ、間違えた。闇の剣ってかけられるっけ。ダークセーバー的なやつ。セイントセーバーしかない。じゃあいいや。まず一回ずつ必殺技使おうか。じゃあすげえ減ってんだけど大丈夫。あ、ひよった。よし、ここだ。こいつ目ん玉剥がれんだよね、かわいそうだけど。もう一回スパイラルロットか。この間にもうすでにデュランに変えたいんだよね。メンタマイクなくなってる。セイントビルプラス、逃げろ、一旦逃げよう。バブルグレス、多分中ボスクラスだからそこまでって感じだよな。あとはマジックパワーがこうみんな持つか、それだけ。貯めとこう。ここはもういける。よし、終わった。最後に目ん玉潰すとかひどすぎる。しかしこれがお前の運命だ。3万5000とか。こんな弱いやつで3万5000も経験値くれるのか。ありがたいな。レベル上がんなかったけど。あれ、この先行く、そんな感じ。あれ、ちょっと待って、どっちから来たっけ。回復の通報があって、あって、ショートカットで戻れますよっていうことか。なるほどね。めんどくさいから200だけ使おう。残りはどこだ、お前か。さて、じゃあちょっと上の方行きますか。サマーソルト食らうとね、めちゃくちゃ減るからね。こいつほんとうざい。タコ殴りにして叩き落とせないんだよ。あ、ルーレットです。やばいやばい、死ぬ、危ない。霊障を中断させた。アイテム、パックンチョコ。何しきりアイテム不足だからな今で。なんとか地帯に行ってっていうパターンか。これ上から行くのかな、登っていくのか。敵は全然見当たらないんだけど。え、これこっちから行ける。え、すげえ行けそうなんだけど。てかそもそもアイテムがある。あ、
これここか、戻ってきただけか。目的地は逆だった。でこのまま登っていって宝箱だけど、これ超怪しいよね。金色のアイテムだった。武器が欲しい2人の敵がいる。数を減らしたい。まずはプチッキヤマド、そしてハイウィザード。全然減らしてねえじゃんこいつ。だいぶ金が貯まったな。いやもう金使ってないから、だって動きづらいから使っちまおうぜ。店がないんだよ。ニキータとか来てくんないかな、こっちに。あ、敵がいっぱいいる。これ扇風機使おうか。普通にアイテム補充したい。サンダーストームクラス、よし、レベルアップ。ポイントを使おうか。まあボス3体倒したら使いますか。ハーピー使いますか。これ基本的にこれダイヤセイバー効くかな。じゃあ風の回廊で戦ったって言ってたね。ダイヤちょっとかけよう。この回廊で戦ったモンスターじゃないか。私あの時に待って使える魔法が増えたんだから、一度勝った相手に負けるわけないわ。それがおごりだ。相手だってレベルアップあるんだ。持ち上げるって何か。すげえ狙われてんだけど。シャロット回復をお願いします。300いったな。あの言ったら使いたいんだけどな。誰がやばかった。サンダーストーンクラス逃げる。ここさ、いけんの。いけねえ。あの宝箱取りたかったけど、ちょっと待って。シャドと普通に手動で回復させよう。ダイヤセーバー切れたっぽいな。使ってる。ダイヤセーバーの元 OK。 あ、使おう。ハリセンチョップ、これハリセンチョップで終わるかな。大丈夫だな。こいつも弱かった。3万レベルは上がらない。で回復して、で下まで一気に降りていけばいい。そんな感じか。あ、なるほどね。でこうやってこうやって戻れますよと。残り1体192と116パーか。ちょっと貯めていきたいよね。技ポイント溜まってると溜まってないだと全然違うからね。なんだルーレットです。あ、ダブルアタック使ってるわ。あんまり使わないでいただきたい。あ、夜になったじゃなくて朝になった。もう朝なんだか夜なんだかわかんねえ。ここ、こっち側もあるけどね。あ、こうか。いけないってことだ。なんでもない。クロストドラゴン、クロード、すげえ。あー、あの鎧のやつがいんな。ここなんであれが分かれてんだエリアが。やべ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 。自分で回復しよう。蜂蜜ドリンク、蜂蜜ドリンクとか全然使ってないな。超回復してくれた。
こいつ寝てんじゃねえかよ、戦闘中に。決着をつけるわよ。ここで負けるわけにもいかないわ。あれ、ここめちゃくちゃあれだな。シャルロットたちが負けるわけないでち。よくわかんない道になってる。星屑ハーブ、まあ200くらいだったら割とすぐ溜まるから。先手必勝扇風剣、ダークロードもいるし、何気にダークロードどこいた。ダークロードはもうマジで倒してきた。え、行き止まりっぽい。こっち慣れるしかないな。宝箱か。さすがにこれは敵じゃないっしょ。金色のアイテム、あった。え、ちょっと待って、金色のアイテム手に入れたけどさ、これ戻らないと種植えらんなくね。あれ、どっちからどこ来たんだこれ。めんどくせえやつだな、ここ。いや、使っちゃおう。この盾持ち3体はさすがに調子いい。よし、早く片付けたけど、その分技ポイントを消費してしまった。2000円とか一応金手に入るんだけどな。ここ一周してきただけじゃねえかよ。こう行ってこう行って、じゃちょっとこっちの奥の方に行くか。ヒットポイントは減ってない。でこっち来て、ゴーストドラゴンだったらまあまあまあ。アイスブレス、よしよしよし。とりあえず200溜まってレベルアップして、ほら、どっか変なのが降ってきたんだけど、プリンみたいなのが降ってきたんだけど、なんだあれ。親父の鉄拳か多分。どこ行った、パーパポト。どちら、こっちにあるけど、これ怪しいよね。ほらほらっていうか、普通にアイテム手に入れたんだけど、敵がただいただけだ。あとはお前だけだ。弱すぎて暴れ足りないぜ。シャルロットが次の戦闘で上がりそうだね。マジックパワーもちょうど減ってることだし、ちょっと待って、ちょうど減ってる中でさ、戦闘か、くるみを使ってあげるか。もらえる経験値 20% アップ、これ多分1分とかなんだよね。1分はさすがに無理でしょう。で俺 193% しかないな。まあいいや、行こう。そんなに強くないし、すぐ調子に乗るから俺は。あ、これはどういうやつだ。あ、2つか。ノームのとこにいたやつだね。うん、知ってる。サンダーセーバーで行こう。にしても次から次へと鬱陶しいな。二度と復活できないよ。回復お願いします、シャルロットさん。おお使おうと思ったら、今のうちにシャルロットが唱えてくれるとすげえ嬉しいんだけど。お、いいね、このパターンいいわ。で倒れてる間にハリセンチョップからの、えっ、ハリセンチョップ毎回ビビるんだけど、きっとさ視界が、あ、エアブラスト唱えてる。あ、怒ってる怒ってるけど、スパイラルロット
強っガチで強い。俺の真空剣より強かった気がするんだけど。3万にして、あれこれなんかどっちでもいけるけど、おーおーおー、なんかよくわかんないところにできた。あ、ここか。おやちの設計。よし、オッケー。あ、違う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 、こっちじゃない。逆だ。これで、あ、開いてるね。じゃあ、まあ、ちょうど切りがいいところなので、今回はここで終了して、次回はこの扉の中へ入っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。